感じで、こういうことでございます。うわー、だからちょっと2人と絡みたくないなって。あー、やめてやろう。ゴミです。ケーキです。車チャンネルです。うーん、さあ、はい、ということで始まりましたけども、ちょっと珍しいんじゃないですか、この2人で部屋にいるっていう。自由だな、なんかね。ということでスペシャルゲストの方にお越しいただきましょう。この方です。はい、あ、どうも、一生これが一のものです。やばい、本物だ。いやいや、ちょっと、ありがとうございます。うわー、ということで、はい、うな丼さんにお越しいただきました。いや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 、これはこんな感じで、こういうことでございます。うわー、いや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 、ちょっと、なぜ来ていただいたんですか。まずそこからね。なぜですかね、はい、はい、うん、ちょっと、まあ、お二人の大ファンだから。いやいやいや、本当ですか。目の泳ぎがすごかったですよ。ほんとちゃんと見てますよ。いや、ありがとうございます。いやいや、見てますよって目からですけど。いや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 、本当に面白いんですよ。いや、もう見てやってますでいいんですよ。見てやってますよ。そうですね、そんなことないんですよ。そのぐらいの勢いですよ、本当に。はい、ありがとうございます。ということで、ちょっともう今日はうな丼さんにお越しいただいたんですけども、うな丼さんの動画にもちょっと僕たちですね、もうまさかの出させていただいておりますので、コラボ動画ということで、うな丼さんにはですね、ちょっとフリートークでですね、はい、ちょっといろいろもうお話しようと、はい、僕らもね、言ってももう始めたばっかりですし、いろいろね、お聞きしたいこといっぱいありますし、あんなことやこんなこともね、いっぱいあります。ありますので、はい、ちょっといろいろね、今日はもうお話聞かせていただきたいと思います。はい、まず、はい、まずちょっとうな丼さんね、はい、もちろん皆さんご存知だと思うんですけど、そうですね、もしかしたら、あ、確か、あ、なんとなく見たことあるけど、うん、そこまで詳しく知らないかもっていう方ももしかしたらいるかもしれないので、うちの視聴者の方にも。なのでちょっと、まあ、軽くですね、そうです、まあ、自己紹介といいますか、うん、まあ、プロフィールというかですね、うん、過去の、まあ、例えば経歴なんか教えていただければなと思います。はい、そうですね、私は、もともとは雑誌の編集者だったんですね。はい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 、雑誌名って言えたりしますか。ああ、最初がオプションっていう、まあ、オプション、いきなり、はい、いきなりでかいのが買ってますよ、これ。もちろんですよ、買ってますよ、もちろん。ますよ、たまにステッカーがつくから嬉しい。その時はもうライターさんとしてやられてたという感じですか。うん、普通の編集者としてやってて、うん、編集者ですか。そうそう、そう、ほう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 。で、途中から、はい、編集長になったりして、そうです、なぜか。なぜか、その実力があったからじゃないですか。じゃないと思うんですよ。いや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 、本当に本当に、なんかそのイメージですけど、うな丼さんってもう雰囲気出てるじゃないですか、優しいオーラが。これ、あの皆さんですね、もう想像以上に優しいですから。想像以上に、確かに本当に皆さんが思ってる以上にね。はい、なんか、お金くれそうですもん。で、今もうね、YouTube がもうすごい。だって今、まあ、現時点で、うん、だから今日は2月7日現段階で、現段階でね、10、なんと何万人ぐらいいらっしゃいますか。10万のちょっとぐらいですね。すごくないっすか。すごい、でもありがたいです、本当に。個人でやられて、もうだって完全にお一人じゃないですか。うん、はい、そうですね、そうですよね。さっきビビってましたもんね、走り撮影も。はい、はい、いや、そうです、そうなんです。いや、びっくりしました。うな丼さん、動画のクオリティがめちゃめちゃお高いので、うん、はい、お高いっていう言葉あってのか。お金が、ごめんなさい、ちらついちゃって、お高い。お高いの言い方なんですけど、はいはい、クオリティを見ると、うん、やっぱり大人の方々が、はい、こう、また他にもいらっしゃるんじゃないかな。そうですね、そのレベルですよね。ほんとすごいです。すごいじゃないですか、はい、思ってたんですけど。って思ってたらね、そう、今日ね、撮影させていただいて、しかも全部一人でやられて、一人で大変なことですよ、皆さん。足さばきの良さ。そうそうそう、もうカメラの移動の時の足さばき、なんか三脚とダンスしてるかのような、いい例え。一気にこう、どん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 と、ね、リズミカルに動画のように本当にテンポよくやってました。テンポの良さ、すごかった。もう撮って、ツヤ画面いって、ねえ、すっごいですよ。あれでも異常ですよね、あの速さね。速いです。速いですよね、そう、びっくりし、自分も思いますね。びっくりしましたよ、なんか自分の意思よりも早く動いてると。先に行っちゃってるんですよ。先に行っちゃってるから、移動してから、なんだっけって、何撮るんだっけっていうのを先行っちゃってるんですね。先行っちゃってる。
ープンになってますね。ですよね。ちなみに、はい、YouTube を始めたのはどんぐらい前からなんですか？うん、確かに、うん、YouTube 始めたの自体は、うん、結構前で、もう7、8年前だと思います。なるほど、なるほど。ちょっと概要を見てもらえば分かるんですけど、はいはいはい、なんですけど、はい、今の携帯で、うん、その10分ぐらいの枠で1台紹介するってなったのは2年ぐらい前からですけど、ね、はい、なるほど、なるほど、なるほど。あ、じゃあ本格的にその今のスタイルは本当に2年前で、うん、でそこからやっぱりあれですか、こう一気に伸びてたというか。そうかもしれないです。うん、そうですね。え、やっぱりうな丼さんが車種を選定するこだわりの条件みたいなのはあるんですか？うん、特に条件ないんですけど、うん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 、とりあえず1985年以降、おお、以降、はい、うんうんうん、のノーマルっていう風にしたんですよね。なるほど。それなんかこだわりあるんですか、85年以降っていう。うん、はい、いろいろまあ理由はあるんですけど、はい、まあ、第一は自分がやっぱ一番興味を持って見てた時代っていうのは、一人でやらせてもらってて、はい、まあ、大変な時もあるんですけど、はい、一番嬉しいのはやっぱり自分が撮りたいと思う車しか撮らないんで、はい、入り方が本当おっしゃる通りで違って、だからね、時々すごい言われるんですけど、はい、試乗してたりすると、はい、もう何でもかんでも僕が褒めるっていう風に言われちゃうんですよ。あ、分かったぞ、分かったぞ、この先。はいはい、分かりました、はいはい、最高ですって言うんですよ。はい、言いますよ、それは。それ言いますよ、はいはい。え、それ全然本当に最高なんですね。そうなんです。ですよね、もう。それやっぱあるんですね。うな丼さんの動画にもそういうコメント来るんですね。めちゃめちゃ来ますよ。めちゃめちゃ来ますか。めちゃめちゃ来ます。埋もれてますね。ああ、そういうコメントが多分埋もれてますよ。あ、そうですか。いやー、やっぱ来るか。いや、あの、なんか究極、はい、お前があんま喋るなみたいなありません？いや、いや、いや、あります。僕あるんですよ、僕あるんですよ。お前が喋らなくていいよ、車を見せろって。あります、あります、わかります、わかります。もちろん、あります、ありますよ。そう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 。なんです、やめてよって思いますよね。シンプルに。うん、そう、シンプルにね。いや、もう、やめてよ。でも、そういうコメント以上に、はい、やっぱ、まあ、待ってましたとか、こういうの乗ってましたとか、まあね、ほんと普通に嬉しいですね。嬉しいですね。ただただシンプルに普通に嬉しいですよね。よかったぞ、じゃあその方々のためにやっても、やりますよっていうぐらいの感情になりますよ。ほんとそうやってコメント毎回ね。ね、で実際にその取り上げていただいた動画に載ってるオーナーさんとかも取り上げてくれてありがとうってコメントとかも ねたまに来てくれたり ね、ああいうの嬉しいですよね。買おうと思ってたので、あの、ふんぎりつきましたとか、ね、来るんですけど、うわ、ありがとう、お金出そうかってなりますよね。お金ね、本当に本当出すんですか？出さないです。出さないんですか？出さないんですか？わかりました。そう、まあ、それでも80年代の車って、はい、結構盛り上がってきてますね。そうですね、盛り上がってきてますね、うんうんうん、はい、意外に80年代の車って、はい、忘れ去られてはいないんだけど、しっかり振り返ってくれる人もいないので。なるほど。あ、雑誌はね、もちろんいっぱいありましたけど、イベントも動画であんまりね、そういう写真が見れないなと思ってたんですよ。確かにそうですね、言われてみるとそうですね。なんか例えば検索したら、まあ、これは良くないかもしれないですけど、昔の動画をそのまま転載してっていうやつとかはあるじゃないですか。でもがっつり今のクオリティで、今の画質で、そういう昔の80年代の車やってるっていう動画もしかして本当確かに言われておっしゃる通りないですね。僕が始めた時はなかったような気がして、ああだったらやれることがありそうだなと思ったんですよね。はいはい、僕たちも動画内で初代レガシーああやってましたね。やらせていただいたんですけど、はい、やっぱりうおーみたいな、ちょっとコメントも、まあね、あの、ね、ありがとうございます、ね、みたいな、なんかね、はい、嬉しい感じ。でもお二人の反応すごい新鮮でしたよ。ああ、逆に再発見みたいな。あ、ピラーがすごく細いっ、ね、はい、細かったっすね。視界がすごくいいとか、窓、はい、がでかい、うん、上下のね、そうなんです、しっかりかかって、うんうんうん、ああいう観点であんまり見たことなかったんで。なるほど。そっか、ちょっと嬉しいです、嬉しいですね、なんか照れますね。面白いなと思って、同時に時代が経っても、はい、初代のレガシーっていい車なんだなっていうのが伝わってきますよね。いや、早かったですね。歴史を知らない人が見てもそうなんだから、いいですね。昔のやつもね、多様な昔、あのね、あと良かったのが、はい、そのレガシーの運動性能は今でも通用するシーン、はいで、はい、悪いってわけじゃないけど、はい、ブレーキのタッチはやっぱり当時の車だなって、お店に言ってたじゃないですか。はい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 、なるほど。なるほど。いやいや、
いやいや、そう。でもね、あんまりそういうの気にしてなかったから、うんうんうん、あ、そういうとこに違いが出るんだなぁと思って。あ、昔と今と、今時期でね。確かに。あ、なるほどね。そうなんですね。なんかでも思いましたね、やっぱり僕たちは比較的やっぱ新しい車ばっかり乗らせていただいてる、うん、ああいう車乗った時に、うん、そういう驚きが、うん、あ、こういう まずそこに感じますよね。感じましたね。ハンドルの重さとかもそうだし、そうそうそう、やっぱり、あ、違うっていうのが素直にね、運転できるようになった前の車たちなんで、うん、そうです、確かに、確かに、やっぱ乗ったことがないっていう、そっちのだから新鮮な感動はありますよね。ですよね。なるほど。いや、ちなみに、はい、ちょっと車それちゃうんですけれども、はい、うなどんさんはよく動画内で、うん、動物に例えて、確かに車のラゲージスペースの大きさとかを例えると思うんですけれども、うん、はい、ありますね。それは、はい、動物が好きなんですか？気になりますよ。動物はもちろん嫌いじゃないけれども、はいはいはい、例えばね、これは申し訳ないんですけど、はい、動物博士かって言ったら、はい、そうじゃないの。おー、そうですね。でね、最初はね、あれなんですよ、はい、ね、これ動画残ってるバージョンもあるかもしれないですけど、最初は人間の死体って言ってた、人間の死体って言ってた。いや、すごい。そう、行きましたね。そう、これなら人間の死体が乗れますねみたいな。やってたんですか？やってたんですか？大丈夫ですか？残ってます、多分。ちょっとで、そう、はい、大丈夫ですかって今は言われ慣れ、はい、っていうか言われすぎて、はい、大丈夫じゃないのかもなって思ったんですけど、はい、当時は、はい、慣れて慣れてってすみません。いやー、なるほどね。もう過敏になっちゃって。なるほど、はい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 、はい、コンプライアンス的な話ですか？的な、なるほど、もう敏感だな。言われてたんです、言われちゃったんですね。そうそうそう。で、最初思ったんですけど、あまりにも言われて、うーん、あ、これもしかしたらハテと思ってで、ちょっと聞いてみたんですよ、はい、あの友人とかに。はい、したら、いや、めちゃくちゃやばいと思う。いや、いや、そうですよ。あと、あの、これね、本当に当時の話、本当にすみませんなんですけど、はい、めちゃくちゃやばいと思うし、はい、自分の車に死体が乗るって言われて、そりゃ嬉しくない。そりゃそうです。そりゃそうです。怖い気持ちだと今。本当すみませんでした。いや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 、まあね。でもそれもね、別にそんなに、はい、あの嫌なイメージにしたいわけじゃなくて、はい、なんていうのかな、あの、当時の日本車ってね、うんうん、あの5ナンバーなのに、はい、しっかりトランクの幅を設けてたり、うん、要するにちっちゃいサイズなのに、はい、家族が全員乗って、うん、トランクにもしっかり乗ってっていう作りなんですよ。なるほど。で、そうするとね、はい、僕らの世代のイメージって、はい、やっぱり大きな堂々とした車ってアメ車なんですよ。お、まあ、そうか、うんうん、なるほど。で、映画でさ、はい、昔の映画でよくこう、はい、なんだろう、拳銃とかでバーンとか撃って加圧しちゃったり、はい、あとは誘拐した人を、はい、あのフルサイズのアメ車のバーンバーン、まあ、入れてましたけど、はいはい、あ、そうか、そう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 、なるほどね。まそう、あ、まあ、こんだけ説明しても同意が得られてないからやっぱりダメなんですよ、ね。うん、ちょっとでも今日はね、うなのさんのイメージ変わりました、ね。すみません、先ほど、うなのさんにもおっしゃっていただいたんですけど、ね、あのマツダ3のね、はい、ボディカラーで、うん、あんなずっとしゃな何あれ、何あれというか、そうなんです。さっきね、あの、ごみさんには報告してたんですけど、はいはいはい、別に2人でマツダ3紹介してて、うんうんうん、このカラーがいいだけで、あれ何分撮ってるだいぶ撮りましたね。もう待って、完全にちょっと AV みたいな。いや、そういや、待って、おかしいっすよ、なんか。そうね、そうね、そうね、ハイライトとシャドウがいいぜ。ゴミさんも全然突っ込まずに、そうだね、これなんでこんなになってんだろうね。いや、もう確かにあったな。あれね、前代未聞ですよ。前代未聞。あんな車紹介の動画ないです。もうマツダ3、マツダのデザイナーが頑張って小動画とかイメージ広告打って作ったんだけど、はい、できたのが AV 的になってましたから、最高だぜって。 AV ですよ。 AV ですか？はい、あ、そっか、自動車 AV だ。自動車 AV。 なるほど、自動車 AV。 大人向けのね。そう、うん、あれ本当にね、ちょっとね、感情入っちゃいましたね。そうですよ ね、 ちょっとね、入ってましたよね。ソウルレッドはだってね、美しいですよ。で、しかもあれ、サムネもエロいですからね。そう、まさにもう。でもね、これは本当に、ね、はい、もしかしたら私の名前で見てくださっている方もいると思うので、もちろんその方に お伝えしたいんですけど、はい、この2人の動画面白い。いやー、嬉しいです。嬉しいですけど、本当にね、
面白いですし、ちょっと怖い、怖いです。いやいやいや、怖い、怖いって何ですか。いやいや、この先の主流になりそうな。いやいやいや、ちょっとちょっとちょっと、これ本当にそう思ってるんです。いや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 、いや、だからちょっと、二人と絡みたくないなって。ああ、やめてやめて、仲良くして絡みましょう。絡みましょうよ。その時から、お客さんは結構僕と、はい、お客さん嫌かもしれないけど、僕とスタンス近いなと思ってたんですよ。SX の動画なんかは、もう4人で見回ってましたからね。本当だ。そうそうそう。